ヘブルの3章の6節。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです、うん、もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかり持ち続けるならば、私たちが神の家なのです、うん、14節。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです、うん、もう一度見ます。6節。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかり持ち続けるならば、うん、私たちが神の家なのです。14節。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちたいすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです、うん、今日この時、大沢姉妹は神の子供となります。また神の民として、そして、天地の相続人として世に生きているけれども、天に国籍、また神様の手のひらにあなたの名前が書かれます、それから、今日のこの御言葉の、条件があります。それは一体何でしょうか。2回も読みました。終わりまで、終わりまで、あなたの命がこと切れるまで、天の御位に魂だけが帰る時まで、この最初の確信、そしてその希望を持ち続ける、信仰だけを持ち続けるならば、これが一つの条件です。いつも言いますけれども、この洗礼が今日は あなたのゴールじゃなくて、これから信仰生活が始まります。ゴールではなくてスタートです。そして、私たちが天の御位に帰る時の一つの条件、先ほども言った最後まで持ち続けるこの信仰、その信仰は天国の片道切符を私たちは今手にしたに過ぎません。それを話すも話さないも、捨てるも持っとくのもあなた自身です。ですから、その最初の確信、今この洗礼を受ける神のことになるというこの今の喜び、確信を最後まで持ってください。ただそれだけです。この信仰の切符さえ持っていれば天国に入ります。JR も同じです。切符を買って切符を落としたら降りれません。天国に降りるには信仰という切符が持ってなきゃいけないんですね。そのようにして今日行くわけですけども、特例として、洗礼式の洗礼の準備会で特例として十字架に一緒についたあの後藤さんが、ね、後藤さんが行きました。天国にいました。でも私たちは特例ではありません。本当に目の黒いうち、ね、日本語で言うなら目の黒いうちにイエス様にしっかりと決意表明をして、今日公私ともにクリスチャンになるということですね、うん。ですから誰が見てもクリスチャンの王様、ね、よしよしということで、今行きます。ではバプテスマに入ります。皆さんも、皆さんがこれは今日は承認です。承認ですから、今日からこれからいろんな神の契約には必ず承認がいます、ね。参列者というのはね、承認なんです。また指揮者というのはね、もう取り持ち人ですから、これから洗礼に入っていきましょう。じゃあ洗礼者に洗礼